今回はね、ちょっとオカマ使ってね、オカマ口調でね、ちょっと喋らせてもらうんだけど、本当に今日ちょっとね、恥ずかしい出来事があったんで、ちょっと私の雑談話をするわね。本当に今日ね、本当に恥ずかしい思いをした。顔面真っ赤。で、まあそれは何かっていうと、まあ、今日いつも通りね、仕事だったのよ。いつも通り仕事。で、そこで、私ね、普段あんま他企業の人にね、電話なんてしないんだけど、まあ、今日上司からね、仕方なくね、代わりに、まあ、ちょっと出てほしいって言われたのよ。あ、まあしょうがないわねみたいな感じで、本当にでも私全然そういうの出たことがなくて、本当にすごい緊張してたのよ。で、まあ、上司から、まあ、こういう風に電話すればいいわよって言われたので、分かったわよってちょっと答えたんだけど、本当に、まあ、こっからなんだけど、まあ、電話して、まあ、相手、まあ、すごいおとなしそうな女性が出たのよ。もしもしみたいな感じで、で私も、あ、もしもし、〇〇企業の〇〇と申しますって言ったのよ。で、結構最初はいい感じにね、まあ、言えたのよ。だけど、すいませんっていうところで、ちゅいまちぇんって言っちゃったのよ。もう本当にすんごい恥ずかしくて、もう、あ、ちゅいまちぇんって何って心の中ですんごい思ってたの。ちゅいまちぇん、ちゅいまちぇんっていう噛むのっていう、もう本当に恥ずかしくて、もう相手の女性なんかもうちょっとクスって笑われたのよ。ああ、もう恥ずかしいみたいな感じで、もう本当に恥ずかしくて、でそれ1回目、まあ緊張してると思ってんだなと思って、相手はね、すごい噛んじゃったの。まあ、その女性はね、多分、あ、ちょっと緊張してんだなと思って、多分察してくれたのよ、きっとね。もう本当にこの子多分緊張してるんだなと思って。でもそれだけだったらまだいいのよ。だけど私、最後の、まあ、最後でね、俺を言おうとしたのよ。俺を言おうとしたのね。そこで、ありがとうございますって言おうとしたのよ。まあ、それを、まあ、ありがとうございまっちゅってまた言っちゃいます。あ、もう本当に2回目よ。本当に2回目噛んだのよ私。もう本当に恥ずかしくて、ありがとうございまっちゅ、あー、もうすいちゅいまちぇんってもう言っちゃったし、もう2回も噛んで、本当にもう穴があったら入りたい。でもそれだけならまだわかる。だけど私ね、今日最後ね、仕事が終わって更衣室でちょっと着替えてたのよ。で、ズボン脱ごうとしたら、ズボン脱ぐ前にもうチャック全開でした。